大きな魚は魚類最大のジンベエザメです。水槽内には2匹のジンベエザメが暮らしていまして、今ダイバーが映しているのはその中でも大きい方、全長が約 8.8 メートルもある普通のジンベエザメです。今水槽の真ん中奥から泳いでいるのがこちらのジンベエザメですね。そして今ダイバーがジンベエザメに変えてきました。こちらがメスのジンベエザメで、全長が約 1m。 ところで皆さん、この大きなジンベエザメの顔に注目したことはありますか？今日はせっかく水中カメラがありますので、ジンベエザメの顔にググッとすごいな、でかいな、みんな。では、ライバーさん、ジンベエザメの顔を映してください。ねえ、かわいいな。ライバーは顔に近づいてくれましたね。だから、映像の中央をご覧ください。ジンベエザメの目が見えてお分かりいただけますか？この背中側の模様と、白い背中側の模様、赤いなと。ではこの目から皆さんに一つクイズです。ジンベエザメの目は一体どれくらいの大きさだと思いますか？よろしければ背景の方まで握り拳を振ってみてください。この拳よりも大きいと思いますか？小さいと思いますか？大きいというぐらいになりましたね。ではジンベエザメの目が大きいものを使って分けて教えてください。なんで大きいの？2回席のご覧のありがとう。それでは最後までお付き合いありがとうございました。Our dreams are young and we both know
so easy. I love to lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. For all